階段を上る際には下向きに取り付けられている距離センサーの情報を使います。それぞれの車輪が何の上に乗っているのか、宙に浮いているかをセンサーの情報を使って判別して、適切なタイミングで関節を動かすことによって体が段にぶつからないようにしています。カメラの映像を見ながら遠くから遠隔操縦で動かすことができます。で、細長いロボットですので狭いところに行けますし、長さを利用して高い段差を越えることができます。